はい、山田でございます。メンズエッセについてお話しさせていただいております。メンズエッセの店長をやらせていただいております。よろしくお願いいたします。まあ、いい具合にね、年末モードになってまいりまして、本当にね、もう15日ですからね。あ、今日でこれ宇都宮来て、丸4年ですな。ちょうど15日に来たんですよ。寒い日だった。今日より全然寒かったね、あの日は、あの年は。まあまあ、それは置いといてね。なんとか4年間、丸4年お仕事させていただけましたのでね、それは本当に感謝ですな。まあ皆様に感謝ですけれども、もちろん、お客様に感謝、そして、過去のセラピストさん、そして、今日も働いてくださった、くださっている、今日って言いますか、セラピストさん、皆様、関係者、の皆様に感謝でございます。本当にね、ありがたいことでございます。そうですね、4年経ってね、髪が薄くなりましたな。これもう、もう完全なるハゲ親父ですな。ちゃんとね、バーコードヘアを使用してね、ハゲがバレないようにしてしてはおりますけれども、バーコードヘアをすることで、よりハゲがバレるという、悪循環かもわからないなと最近は思っておりますけれどもね。で、白髪はね、まあ若干ありましたけれども、それでもまあほとんどなかったんですけどね。もう真っ白ですよ、白髪ね。サイドの、髪なんかは真っ白でね。これは本当にね、まあただの老化でしょうかね。気苦労があったってわけじゃない。まあ人並みの苦労はしてますけれども、まあ人並みですからね。皆さんやっぱお仕事されてると、それなりの苦労はあると思うんですけれども、まあいいおっさんですな。で、本当ね、でもまあ一生懸命やりましたよ。一生懸命やった。だから、皆様のお役に少しは立てているのかな、立てているのではないだろうかと自分自身で、信じて、おります。まあ、実際は分かんないですけどね、役に立ってるかどうかは分かんないんですけど、でもまあそうじゃないかなと思って、それがだけが生きがいで、それだけが生きている、嬉しさでございまして、うん、他にも何も趣味もないしね、何にもない。ただのつまらないおじさんでございます。ただね、本当よかったなとは思いますよね。これだけ、お仕事一生懸命、できる、打ち込めるお仕事が あったと、この4年間し続けれたということが、まあ本当にありがたいことでございます。特別ね、ネタも用意してないんですけど、ちょっと量産体制に入りましてですね、音声だいぶ上げてきますけれどもね、それでまあそうですね、セラピストさんの仕事興味持ってきました、皆さん。どうですか。いい仕事だって思ってきました。まあね、聞いてる方も少ないのであれですけど、まあたまたま聞いてくださった方がね、興味持ってほしいなということでね、やらせていただいているんです。でメンズエステという仕事は、人様を癒す、男性を、癒す、元気にする、そういったお仕事でございます。決して斜めに見られるような内容でも、ないし、どちらかと言ったら立派な仕事だねって思われるようなことをしております。ですのでね、まあ、どんな印象をお持ちか、または印象すらなかったのか分かりませんけれども、皆様のお仕事、これから来年ね、2019年、されるお仕事の一つ、選択肢の一つとして十分入るお仕事だと思っております。本当にね、奥が深くてね、やりがいがある、面白みのある、
そして感謝されるお仕事でございますのでね。で、自分を見つめるお仕事でもありますよね。まあ、このメンズエステという枠組みの中だけどね、例えば、リピートが増えたり減ったりとかね、リピーターさんが増えたり減ったりとか、または全然、自分にリピートしていただけないとか、そういった部分もいろんな経験をしていくと思うんですよね。それとか、意外と皆さんリピートしてくださるんだとかね、その中で自分を見つめ直すね、機会になると思いますよ。やっぱりね、ちょっと厳しいこと言うとやっぱりご指示いただけないのは何か理由がある。これはね、でもおそらくですけどもメンズエステで、でもこれは違うか。メンズエステ、うちみたいなね、まあ、健全のメンズエステ店で、リピートされる方、されにくい方、わからんけど、それをちょっと改善したら、外に出たもう仕事、生きやすくなるかもしれない。生きやすくっていうのはエッチな意味じゃないですよ。生きて生きやすくなるっていう意味でございまして。なんかね、やっぱり自分を見つめ直して、帰り見て、立ち振る舞いを改善する。これって自分の普通のプライベートの生活にも生きるんですよね。で、これを何か、得ることができたら、もっとね、生きやすくなると思います。これは多分そうだと思うな。僕もだから、いろんな経験してね、いろんな辛い思いも、しましたけど、まあ自分が悪いから自分に辛さが返ってくるんだとは思うけど、そうやって帰り見てですね、いや、こんな辛いことがあったわーと思って、でも、なんだよって思わずにね、自分の行動の悪かった点を、まあ、意識するようにしたりとかすると意外と生きやすくなってくる、きますよ。なんだよとかムカつくなとかクソとかこの野郎とかね思うこともあるよ、人間だから。 あったとしてもね、でもちょっと待てよ、ここが俺悪かったんじゃねえかなとか思うことでさ、気も落ち着くしさ、あ、なんだ俺が悪かったんじゃんみたいな、こいつみたいな、例えば裏切り、まあこれ言っちゃうとあれだな、なんか裏切るような形でやめてったような方がいたとしてもね、若い頃の話ですけれども、なんだよとか思っても、あ、自分が悪かったんだなって思うことで人に腹が立たなくなるしね。やっぱりなんか学ばせていただける業界だと思うよ。セラピストさんもね、1対1じゃん。だから本当ね、本当ね、学びが多い仕事だと思いますよ。でもなんかね、スマートにすっきりやらないで、もう日々毎日帰り見るぐらいな感じでいたらいいと思いますよ。何が良かったかな、何が悪かったかな、喜んでくれてたけど本当かなとかね、疑うこともないけども、なんかね、顧みるってことは大事なことでございますね。これは4年間やって思いましたな。だから僕もこんなんだけど、まあ髪も剥げ上がって、おじさん度は増したけども、心はまあ多少は成長したかなとか自分で言っちゃうとこが痛いですか。とは思いますけどね。いろんな経験させていただいた。まあそういうわけでございまして、今どういうわけだよって、もう8分、でございますが、まあ雑談、フリートークでしたな。まあ終わります。すんません。でもちょっと更新はたくさんしていきますので、パンとね、たまたま聞いた回でメンズエステという業界に興味持ってくださる方が増えればな、いいなと思っています。また、お耳にかかりたいと思います。お聞きいただきましてありがとうございます。